シュット。オーシュット、おかえり。お土産、お土産ちゃんと用意してあるよ。外の世界のわし肉いっぱい作ってきた。干し肉変わんないな、みんな。オシュッタ、再会を喜ぶのもいいが、悲劇の夜が待ってはくるんぞ。もう、アカラはせっかちだな。師匠生きてる？主様、元気元気。オーシュットの帰り、ずっと待ってた。よかった。じゃあ会いに行くか。行くよ、アカラ。元気そうだね。よかった。まだ死ねん。戦いはこれからだ。険しい旅だったろう。よく無事に帰った。それ、この子たちにも言ってあげてよ。テラ、連なる大地のごとき、その大しい姿。グラチェス、大陸をも覆わんとするその美しい翼。トトハーの伝説よ、よくぞお帰りに。島を守っていた者か、礼を。私は怒りに我を忘れ、この地へ帰れずにいた。だが、オーシュットが目覚めさせてくれたのだ。ま、固いことはいい。せっかく揃ったんだし、気楽に行こう。オーシュット、なんという無礼を。島の伝説なのだぞ。よい、我はこの者に従うと決めた。オーシュットの心は清く温かい。我ら魔物にとってこの上ない主だ。主とは成長したようだな、弟子よ。時にオーシュット、伝説の魔物は三体いたはずだ。語るアクタはどこにおられるのだ？あ、それがね、なんとこのような小さなお姿で。違うよ、師匠。カタルアクタは死んでた。この子はね、その赤ちゃんだよ。そうか、帰ることは叶わなかったか。
よく子を連れ帰ってくれた。島の主よ、戦いに備えよう。夜は近づいている。準備はできております。オーシュット、ついてこい。おう、師匠。さあ、できるだけの備えはした。ここは周囲を崖に囲まれ、逃げ場はない。敵を誘い込めれば地の利は我らにある。あとは待つのみだ。ねえ師匠、今更なんだけど、飛月の夜ってで何なの？飛月の夜は400年に一度の夜。月と太陽が重なり、世と世の境が近づき、災いが来る。そう伝えられている。なんのこっちゃ。なんせ大昔のことだ。誰も見たことがない。ただそれを知る先祖たちが我らに警告を残し、島の主たちは代々それを信じてきた。我らは島を守らねばならん。災いからな。災いって？暗黒だ。暗黒？オーシット、お前にも隠していた。この世には我々の知らぬ世があるらしい。暗黒は全てを飲み込む。世を形作る光の全てを。それとつながるもんがこの島のどこかにあるらしい。まあなんていうか、とりあえず相手に不足はなさそう。その意気だ。オーシュット、誰か来るぞ。仕事に精が出るな、獣たちよ。何やら物騒だ。狩りでも始めるのか？面倒いのが来た。こはずい。領土の剣だ。忘れたとは言わせんぞ。子が生まれ、村人が増えた。食料も資源も不足している。お前たちの持つ土地を少しこちらへ分けてほしい。久しぶりに面を見せる。川が熱いのは変わらんな。人間の頭が考えるのはいつも他から奪うことだけだ。
他に何を考えろと。うまい肉のことか。いいね。小はずよ。今、我らに争う暇はない。敵が迫っているのだ。強大な敵がな。何？どこにそんな敵がいる？獣も嘘を覚えたか。夜が来る。貴様らも備えることだな。され、忠告はした。また来るぞ。やれやれ、人間め。ねえ師匠、人間たちは大丈夫かな。さあな、我らはすべきことをするだけだ。来たか。秘月の夜だ。匂うな。敵か。違う。なんていうかな、懐かしい匂い。うん。これは。空が赤く。覚悟はいいか、オーシュットよ。お、任せとけ師匠。オーシュットよ、お前は何のために戦う。オーシットよ、お前は本当に覚悟ができたか。覚悟？オーシット。うん、分かってる。来る。聞けないのか、お互い様ね。こちらの番だな。ジンが騒ぐ。俺が相手だ。受けてみろ。イカズチを貫け。行くぞ。サミダレ斬り、よし。まだまだだな。こんなに手応えのある敵は。
オーシュット、次、来るぞ。おう、師匠。さあ、来い。私が相手だ。やるしかない。こちらの番だな。返しの太刀。守るのだ。何としても。師匠、そこ。助かったぞ、弟子よ。獣の助けなどいらん。貴様らと我らはこの地を奪い合う者同士だ。あの化け物どもを退けたら我らは貴様らを狙うぞ。まあ、固いことは終わってから考えよう。今はとにかく戦わなきゃ。村長さん、
丈夫。私の後ろにいてね。すまねえ。私も戦おう。貴様ら獣に狩りなど作れんからな。いいね、村長さん。来るぞ、オシト。よし、一丁やるか。ヒリヒリしてきた。いざ。こちらの中央の弓を。富国の誇りとともに。よっしゃー。やれやれ、なんとかなるもんだな。一息ってとこかな。まだだ、向こうには魔物がうようよいるぞ。これ以上島を踏み荒らさせるものか。珍しく意見があったな。よそ者の隙にはさせておけん。今が好機だ、オシト、行くぞ。おう、師匠。村長さんたちは村を頼んだよ。考えがあるようだな。お前たちも怪我人に手を貸してやれ。我らの島を守らねば。では通れない。打ち倒すぞ、オシト。よし、こんな時こそ。おーい、出るくん。よくも、よくも島を荒らしてくれたな。受けてみよ、我が怒り。テラが一番島を荒らしているぞ。でもおかげで道ができた。ありがとう、テラ君。礼には及ばん。
一気に進むぞ。待て、オーシュ。グラチェス君、そなたとこの島のため私も力を貸そう。強く美しいことか。伝説は健在だった。あ、氷の道だ。こいつはスイスイ行ける。さすがクラチェス君。守護者としての務めを果たした。魔物がいない。まさかこれで全て。もう？まだだよ師匠。来る何かが。やっぱり懐かしい匂いだ。なんとまがまがしい姿よ。なんだあの魔物は。あの魔物どこかで。この匂い。オーシュット、我が弟子よ。お前は狩人になるのだ。そして、島の森人には相棒が必要だ。さあ、どちらかを選べ、オーシュット。いい子、いい子。どういうことだ。様子がおかしい。危険だ。下がっていろ、オーシュット。あの時私はアカラを選んだ。
そして君を選ばなかった。君はあの時の子だね。体が傷だらけ。どうしてこんなにひどい目に。オスト、悲しいよ。その傷、何年もかけて誰かにつけられてる。悪意の匂いがこびりついてる。きっと死ぬより辛かったはず。悲しい、悲しいよ。するな、オシト。来るぞ。まさか弾かれたなと。我らの力が通じる。テラ君、グラチェス君。なぜあれほど強い。どうすればあれほど強くなれる。飲まれたのだ、あの黒き何かに。あれはこの世の力ではない。逃げろ、オシット。まだだよ、師匠。だって私まだ生きてる。まだ戦えるよ。オシュット、やはりお前は私の弟子だ。オシュットよ、お前は何のために戦う。炎？青い炎。なんか気持ちいい。
から何かが起こった。力がみなぎる。不思議なほどに温かい力だ。いいね。私もなんかあったかい。あの美しき炎は、我らも倒れてはおれぬな。島を守らなければ。終了。
び立て。返す。ここからだ。まとめていくぞ。手加減なしよ。お薬の時間ね。プランを考えれば、受けてみろ。研究の粋を見せてやる。熾烈な炎よ、生きり立て。行くぞ。これでどうだ。来た来た。君を。グラちゃん。行くわよ。うっきゃっと、この手で。悪い子にはこうよ。ちょっと痛いわよ。行くぞ。まとめていくぞ。見えたぞ。もらった。行くわよ。
ギアインビ。解除する。ポジョ。これで終わらせよう。
戦いは終わった。さあとどめを刺せ、オシュット。どうした、オシュット？なんか気が進まないな。お前らしくない。弱い奴の肉を食わんのか。この子が肉に見えない。ずいぶん優しいじゃないか。バカラは違うの？そいつの匂いは懐かしかった。が、それだけだ。もし10年前、オーシットがそいつを選んでいたら、そこにいるのは俺だったかもな。ゾッとする。そっか。私には。君を怖がらせる奴はもういないよ。よしよし、次に生まれてこれたら一緒にうまいもん食おうね。おやすみ。夜が明ける。一日中戦ってたね。我らは自らの益だけを考えていた。だが過ちだった。貴様らに教わったのだ。村長さん。限られた大地を分け合い、共に育てよう。共に狩りをし、田畑を耕そう。我らは一つだ、オーシュットよ。いいね、村長さん。でも、とりあえず朝飯だ。どうした、オシュット。浮かん顔で朝飯食うのを初めて見るぞ。うん。私、あの子にやられて死ぬとこだった。でも、あの時、私の胸に青い炎が灯ったんだ。あの炎、何だったのかなって。それはきっと
原初の炎だ。原初の炎に認められたか。お前は真の狩人だ。全然わかんないけど。知らなくていい。いつか知る時が来る。そっか。トト母は美しい。お前が守ったのだ、弟子よ。みんなで守ったんだよ。いつかお前は言ったな、島を背負うのは重いと。あれから気は変わったか、オーシュットよ。その体はお前が思うより大きなものを背負える。ごめんね、師匠。もう重いなんて言わないよ。背負ってみたくなったから。私決めたよ、トト母を守るって。島を頼んだぞ、オーシュットよ。任せてよ、師匠。